オンラインを通して共に礼拝を捧げている皆様も共にで、マタイの福音書16章16節の信仰の告白をします。主は生ける神の御子キリストです。アメン。さて隣の方を祝福してください。神様は私たち一人一人に十字架を与えられました。十字架を与えられたこと、それが祝福です。私と皆様は世の中の人々は認めないイエスがキリストであることを告白しました。その告白は先週も言いましたが、誰が私の主であるのかということです。ローマの教廷が私の主であるのか、イエスがキリストよ主냐이겁니다。그고백속에는요그선택이같이있어야됩니다그선택을한자에게하나님이뭐라고말씀하시느냐이제자기를부인하고십자가를지고나이크노고도모토시대고노치니고라리타예수그리스도가와타시노슈であるのか選択をしなければなりません。その選択をすることができること、それが十字架の愛です。それが神様が私を愛しているという証拠であります。私たちは十字架の愛を通して神様の子供になりました。そのため私たちにはキリストがモデルとなっています。ですので私と皆様はこの十字架は見た目で見ますととても大変なものかもしれません。そしてそれは事実でもあります。その十字架の中には復活、再臨、また昇天されることが全て含まれています。今日の題目は私の愛している人、私の愛している人ですが、これを通して今日神様の愛を確認していきたいと思います。序論で3つのことを言いたい、伝えます。1つ目、祈ることができれば、私たちが祈ることができれば一番良いことです。祈りということは神との相通です。この世の中での問題も相通することができないために問題が生じます。人との関係の中でも疎通ができないから問題が生じ、また世の中でも疎通ができないと問題が生じます。時には自分自身との 疎通もできないために問題が生じます。疎通ができなくなってしまいますと、自分に起きたその問題に打ち勝つことができません。そしてまた配慮して譲ることもできなければ勝利することもできません。疎通ができないということ、それは信じる私たちにはその瞬間、その疎通を逃してしまった瞬間、祈ることができなくなってしまったということになります。疎通ができなくなってしまいますと、なぜこの疎通が私にはできないのかと考え込まずに祈りの中に入らなければなりません。祈ることができれば、疎通ができれば、すべての関係が回復されます。この地でもすべては関係を通してつながっています。地のつながり、知識のつながり、また各学校を通してのつながり、もちろん重要なことです。しかし、それよりももっと重要なことがあります。そのすべての関係の中に、霊的関係、また契約関係が含まれていなければなりません。すべての関係は、霊的関係、契約関係
としてつながってからこそ最高の関係、最高の力となります。ですので私たちはただ単純に祈ることではありません。そういう関係の中で祈っていかなければなりません。どんな関係なんでしょうか。キリストの御名をもってつながった関係です。キリストの御名とは何でしょうか。もちろんキリストはイエス、イエスがキリストであります。その名前の中にすべての意味が含まれています。私たちの名前の他の意味は職分も入っています。イエスの名前の中にはキリストという職分が含まれています。私たちが持っている各自各自の職分というものは自分の名前のようなもう一つの名前だと思えばいいわけです。学校の先生は先生というその先生ということもその先生の名前となっています。病院に勤めているお医者さんたちもお医者先生ということがもう一つの名前となっています。ですので各自各自が持っているその名前と自分の職分、自分の務めが含まれていますと、それがまた他の自分の名前になります。そのため私たちがキリストの御名をもって祈るということは神様がその祈りを受け取るしかない確かな理由、確実な理由であります。ですので私と皆様が祈ることができるという事実が私たちに素晴らしい奥義とならなければなりません。それを他の言葉で言いますと、2つ目、信仰生活の中にとどまることができればということです。信仰生活をするということは私の信仰の対象が誰か存在しているということです。私たちの信仰の対象は三位一体の神様です。ただ三位一体の神様しかいません。その神様が私の信仰の対象になるためにはまず先に私がキリストのものにならなければなりません。そうすればキリストについてのすべての御言葉が私の心に永遠に残ります。そうすると私と皆さんはこの世の中を生きながら未来のことについてすべて分かるようになります。必ず未来は私たちに来ています。未来は必ず来るものです。いつ私たちに大変なこととか患難の時期が来るんでしょうか。その患難は神様が許されてから私たちに与えられます。神様の許したその患難とは信じない者たちには分かりません。ですのでその患難はどのように来るんでしょうか。泥棒のように密かに私たちに来ます。普段正常的な泥棒は私はその家に盗みに入りますと言わずに行きます。それと同じです。この地に患難が起きるとき信じない人々には分かりません。信仰生活をすることができない未信者たちには絶対に分かることができません。しかしその未来に対する患難についての事実を誰に先に教えるんでしょうか。神を信じる者、信仰生活をする人々には
神様がその印を与えられます。どのように知らせるんでしょうか。聖書に記録されてある印を通してお知らせをしてくださいます。皆さん、創世記1章14節を見てみますと、光るものとして天と大空、そして夜が天の大空、大空、昼、夜が出てきます。神様が、神様は創造の時すでに救いを隠しておいて永遠の命を私たちに与えられました。それと同じように、全ての親は自分の子供を学校に入学させるときには必ず卒業することを目的に入学させます。私たちには分かりませんでしたが、神様は最初にこの世の中を創造するときから永遠の奥義を全て隠しておきました。そして世の終わりの奥義まで隠しておきました。今も世の終わりの時期なんですけれども、神様の観覧が近づいてくるときに起きる、その観覧はどのようなことなんでしょうか。日が暗くなるときに、そして月が血のような色に変わっていくとき、そのとき観覧が起きます。この地に星が落ちてしまいますと、それが観覧の時期です。他の言葉で言いますと、反キリストの登場です。これと同じように、未信者たちには未信者たちには泥棒のようにある日突然と起きますが、信じる人々には前もってその印を全て知らせてくださいます。例えば、タブチョールさんが出張のために海外に行くかもしれません。時には夜遅く帰る時があるかもしれません。すると、他の人たちには何も言わなくてもいいんですけれども、家族たちには必ず言わなくてはいけません。家族以外に、家の前の警備員たちとか、その周りの人々には言う必要がありません。そしてその警備員さんにとっては、ある日突然現れて、またいなくなったり、また現れたりしていると思うかもしれません。しかし家族たちは帰る時を家で待っています。それが信じる者と信じない者、信仰生活をする者としない者との差です。それと反対に、信仰生活をする人としない人との差はどこにあるんでしょうか。自分が信仰生活をしないということは、当然ながらも自分が主人となるということです。どうすることもなく世の中の文化についていくしかありません。自分の水準をもっては未来について知ることができないため、いつも恐れています。私たちがこの聖書の中に信仰生活をした人々の特徴を見てみますと、彼らは従順していました。従順していた彼らに神様は未来の印を知らせました。私と皆さんが誠に信仰生活をするようなら、その始まりは従順です。従順した証拠として私たちに現れるものがあります。変化されます。成長されます。この世の中でも年をたくさん置いた方々、
がよく言ってることがあります。人はそんな簡単には変わらない、私もいろいろたくさんやってみたけど変わんないと。人にはできないこと、人間には変えることができませんが、神様に従順するとき、神様は成長させて変化させてくださいます。その信仰の従順をもって神様はその人を変えてくださいます。それは誰にも与えられない成長になります。そして3つ目、私が誰なのかを知らなければなりません。これはとっても大事なことです。私は誰なんでしょうか。私はキリストのもの、神様の子供です。キリストのもの、神様の子供には必ず神様の働きを悟ることができるしかありません。神様の子供ですので、神様の働きのために神様の働きであるその天の働き、そしてキリストがこの地に来られて世の中で行った地での働き、ヨハネの福音書には自分の国に来ても自分の国の民たちは信じることができないと書かれています。創造するとき三位一体の神様は共におられました。その方がこの地に神様から離れてしまった人々を救うためにイエス・キリストとして来られました。自分の地に来られたわけです。それなのにもかかわらず世の中の人々は受け入れません。この地の主人が来られたのにもかかわらずその主人を受け入れないということ、その未信者たちには絶対にこの地の奥義を悟ることができません。イエス様を私の救い主として受け入れた人にだけこの地の奥義を悟ることができます。この地には神様が私たち人間に与えられた奥義があります。そのためこの地には命があり、正直があり、謙遜があります。多くのことを受け止めることができる広い心があります。私が誰なのかの次に、私は誰に出会っているのか、私が誰に出会っているのかも重要です。私たちは誰に出会っているんでしょうか。なぜ、何のために、なぜその人に会っているんでしょうか。私たちにはその事実を持っているため、この素晴らしい福音の奥義を伝えるために人々に会っています。学生は学校で、事業を行っている人は事業場で、たくさんの人に会います。学生に勉強するせずにこれを伝えなさいということではありません。学生の人々はこの内容を、この事実を伝えるために一生懸命勉強しなければなりません。事業を行っている人はこれを伝えるために事業を一生懸命励まなければなりません。私が事業場で学校で勝利したため、それをもってもともと私たちの目的である伝えることに励むこともできるようになります。ですので彼らが私と同じような道路者となり、福音を伝える人々とならなければなりません。その時私たちの未来は保証されます。私と皆さんが誠に祈ることができるならば、そして信仰生活の中に留まっているならば、
私が誰なのかを知っているならば、そのため私たちの未来は見えてきますし保証されています。そしてそのため過去から今まで生きてきたすべての道がすべて神様に用いられる道具として使われています。それらの内容を今日の画家賞を通してソロモン王のお話を通して伝えたいと思います。ソロモン王という人は、人物は箴言書、伝道者の書、またこの画家書を書いた著者です。この今日のこの画家書はソロモン王が若い時に書いた書です。第一列王記1章21節を見てみますと、もしこのソロモンが王になっていなかったら、ソロモンはお母さんバテシェバと共に罪人にとなっていたかもしれません。この罪人は死ななければなりません。神様がソロモンを王としてください、ダビデを通してソロモンを王とさせましたが、そのために死の道から、死から解放されました。そのようなソロモンでした。そのために神の前に謙遜になるしかありませんでした。そのために神様の前に1000回の全種の生贄を捧えて、神様が何を望んでいるのかと聞かれたとき、知恵を求めました。その知恵を求めて、神様から与えられた知恵を持って書いたのが箴言書です。この箴言はソロモンが中年の時です。どれぐらい知恵を、神様から知恵が与えられたんでしょうか。列王記4章32から34節までを見てみますと、3000の箴言を語り、歌は1005首もあったと書かれています。34節にはソロモンの知恵を聞くためにすべての国々の人々や彼の知恵の噂を聞いた国のすべての王たちがやってきたと記録されています。神様の機会を得ることができなかったら、このソロモンは罪人として死ぬしかありませんでした。そのソロモンは神様から素晴らしい祝福を受けた人物です。そんなソロモンでしたが、このソロモンが伝道者の書を書いた時、老年の時なんですけれども、神様から素晴らしい知恵を受けて、素晴らしい知恵が与えられ、祝福を受けたこのソロモンが万王の王になった。その素晴らしい王の座に、王座に行った時に、どん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 堕落していきます。列王記6章38節を見てみますと、神様の望んでいる神殿を建てるのに7年がかかりました。その次の節である第一列王記7章1節に書かれたのを見ますと、ソロモンは自分の宮殿を建て13年かかったと書かれています。神の神殿を建てるのには7年しかかからなかったのが、自分の宮殿を建てるのには13年をかけて完成しました。力があり、また権力の座に座ったため、神に栄光を捧げることをからどんどん遠ざかっていきます。そして第一列王記11章4節に記録されたのを見てみますと、
ソロモンが年を取った時、自分の妻と自分の妻とソロモンと一緒にいたその王妃を合わせてみますと千人も超える人数なんですけれども、このソロモンが年を取っていきながら、その妻たちが彼の心を他の神々の方へ向けたので、彼の心は父ダビデの心とは違って、彼の神主と全く一つにはなっていなかったと記録されています。妻たちが持ってきたその神々の方へその心が向いてしまったため、父ダビデとは同じ心になっていなかったソロモンです。それを悟ったこのソロモンは伝道者の書にある空で空、すべてが空であると記録しました。結局このソロモンは感謝のことに悔い改めることができましたが、もしこのソロモンが悔い改めることができなかったとすると、このソロモンはこれから起きる反キリストの代表者として残ったかもしれません。私と皆様が今日のこの内容を通して教訓としなければならないことがあります。私と皆さんは祝福を受けています。その祝福は家計を通して、家庭を通して来るものが多いです。災いにある時もあるかもしれません。私たちを理解するできない人々の呪い、災いというものは、もちろん彼らの間違えたことを通して来ることもありますが、彼らの家計を通して、その家庭を通して来るものがたくさんあります。ある日突然生じた問題、ある日突然来た呪い、災いではありません。長い間その家計を通してどん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 伝わってきたものです。そのため私と皆さんが受けるその祝福に対しては感謝をしなければなりません。私の家計、家庭を通して受け継がれているこの呪い、その呪いはキリストの皆をもって途切らなければなりません。そして私を通して再び福音をもって新しく始まっていかなければなりません。この画家書にはシュラムの女の話が出てくるんですけれども、この画家書はソロモンとシュラムの女の話が出てきます。当時のソロモンは国々のすべての王がソロモンのところにやってくるくらいの知恵を持っていた素晴らしい王でした。もう一度言います。このソロモンは当時最高の知恵を持っている、最高の権力を持っていた王です。これから反キリストが来るときには、その反キリストの状態はどんな状態なんでしょうか。この世の中の最高の権力を持って現れてきます。しかしこのソロモンは、さっきも言ったかのように罪人でしたが、神様から最高の祝福を受けてもう一回堕落してしまった人なんですけれども、その時神様の前に悔い改めた人物です。この画家書のもう一人の主人公であるこのシュラムの女は、このシュラムの女はソロモンのしもべの娘です。
シュラム女の父の話はこの箇所には記録されていません。ですので父がいないということです。でお母さんと2人のお兄さんがいました。その2人の兄は良い人ではありませんでした。自分の妹であるこのシュラムの女をブドウ畑の見張り人として立てました。当時ソロモン王はブドウ畑をたくさん作っておいて、ブドウ畑ごとに見張り人を立てていました。なんだと男の人が見張り人として使われましたが、その二人の兄は自分の妹を見張り人として立てたわけです。このソロモン王がこのシュラムの女に恋に落ちた、その話がこの箇所には記録されています。この二人の関係は、この二人の関係は象徴していることがあります。ソロモン王は最高の力を持っている神の人、弱いこのシュラムの女は、悪な心を持っていたこの弱かったシュラムの女は、私たち人間を表しています。自分が悪になりたくてなったわけではありませんが、そういう人間の本性を例えています。この二人の主人公の関係は神様とイスラエルの関係でもあります。力を持っている神様、弱いです、弱いけど悪な心を持っている人間、その関係を表しています。一番低い人間、一番高い神様との関係を表しています。実はこのシュラムの女が悪な人ではなく、その人の置いてあるその環境の中では悪になるしかないということです。他の関係を置いてみますと、キリストと教会との関係です。教会の頭となるキリスト、その教会の各機関となっている私たち個人個人を意味しています。そしてキリストが新郎となり、私たちは花嫁とならなければなりません。そして愛する男女の関係として、見本としてなっています。このソロモンとシュラムの女の関係を通して、ソロモン王がシュラム여인에게고백하는그단어가어떤단어냐비둘기라는단어예요ソロモン王がこのシュラムの女に告白するときにたくさん使っていた単語がありますが、ハトです。ハト、비둘기를통해서자기가사랑하는여인을、このハトを通して自分の愛する女を表現しています。それが15節の内容です。ああ、我が愛する者、あなたはなんと美しいこと、なんと美しいこと、あなたの目は鳩のようだと。この聖書に記録されているのを見てみますと、マタイの福音書、10章16節、イエス様が言います。弟子たちを現場に使わしながら言います。伝道するとき、蛇のように悟く、鳩のように素直でなりありなさい。純潔を言っています。純粋な純潔さを言っています。ソロモン王がこのシュラムの女を
純潔な人として認めたわけです。そしてこの鳩の他の表現があります。エゼキエル7章中6節を見てみますと、彼らは谷間の鳩のようになって皆自分の不義のために泣き悲しむと書かれています。自分の置かれている環境を置いて悲しみを持って泣くことができる女を表しています。そしてイザヤ60章8節、その鳩の特徴がありますが、雲のように飛び巣に帰る鳩のように飛んでくると書かれています。自分の巣からは離れないということです。必ず帰る、この鳩の本性です。画家書に記録されているのを見てみますと、黒いけれども美しい、その火に焼けて真っ黒になるまでそのブドウ酒を、ブドウ畑を守っていた、その内容が書かれています。そう、真っ暗になっても愛するということです。このソロモンはシュラムの女にどんな愛の告白をしたんでしょうか。女の中で最も美しい人と記録されています。他の人々は美しくないというわけではありません。その女の中でも最も美しい人であるということです。それは顔だけを言っているわけではありません。で、あなた一人だけだよと書かれています。もう一度言いますと、このシュラムの女はソロモン王から褒め言葉を聞いた人です。いつ美しい人になることができるんでしょうか。箴言にも記録されていますが、主に褒められる人は美しいと記録されています。主に褒められる人が美しいということです。皆さん、美しくなりたいなら主の言葉を聞いて主に褒められてください。それはお金もかかりません。その褒められる人の特徴があります。自分の家庭を守る人です。その家庭を他の言葉で言いますと、教会を守るということです。その家庭、教会のために献身する人は美しいということです。神様から見るに、人々から見るに美しい人であります。彼らの特徴があります。彼らはそれをもって後代たちを育てます。それが誠の愛です。そういう女の人は今ソロモン王に褒め言葉を聞いています。そして他の言葉をもって表現しましたが、私の愛する人と言いました。シュラムの女は信仰を持っている人です。信仰の人でした。望みを持っていた人です。信仰と望みを持っている人の特徴、平安です。人々は平安な人を好みます。自分が平安でない時、
どんな人に会うことを好むんでしょうか。平安な人に会うことを好みます。信仰と望みがある平安な人は自分を捨てることができます。自分のことを下ろすことができます。自分のことを下ろすことができない環境の中で、信仰と望みを持って自分のものを下ろすことができる人、その人が誠の平安です。誠に平安になります。そういう人が愛されます。最後にこのソロモンはシュラムの女に告白しました。我が愛する者よ。皆さん、本当に愛する人に対するこの誠の愛とは、愛する人が望んでいるものを、いることをやってあげることも愛なんですけれども、それよりもっと大きな愛、それよりもっと大事な愛は、愛する人が拒むことをやらないことです。皆さん、猿の実験をしたことがあります。ある部屋のような空間にお母さんの猿と赤ちゃんの猿を共に入れて、その部屋を熱くしました。そうするとその部屋を開けてみますと、お母さんの猿は下に横になって、その上に、自分の上に赤ちゃんが乗っています。そしてもう一つの事件は、同じ熱い部屋にお父さん猿と赤ちゃん猿がいましたが、入れましたが、開けてみたら自分の赤ちゃんの猿が下にいて、 お父さんとなるその猿はその赤ちゃんの上に乗っていました。今日男性の方々は、お父さんとなる男性の方々は悩むんでしょうけれども、この話を今日やめようかなとも思いましたが、これは仕方ないことです。お父さんとお母さんの差ははっきりしています。そのお母さんという人は、一人の子を産むために産痛を経験します。その女は子供のために死ぬことができます。しかし、そのためにお父さんは何の助けもすることができません。で、我がお父さんの方々はいつ子供のために死ぬことができるんでしょうか。その中に福音があるときだけ、その子供のために死ぬことができます。ですので、誠の愛とはどんな愛であるのかを正しく悟らなければなりません。誠に自分の心から生み出す愛でなければ、誠の愛とは言えません。このソロモンがシュラムの女を愛したということは、つまり神様は私たちを愛しているということです。その愛を受けたな、確かに受けたなら、どのように愛しましたか。たくさんの女の中で最も美しい人で、あなた一人しかいないよと告白しました。ソロモン王の告白を見てみますと、それは神様が私たち一人一人をそのように認めてくださったということです。そして私たちを通して平安をもたすことを願っておられます。私たちに与えられたこの、その平安をもって、この世の中が
この世の中ができないことをしなさいということです。今日男の立場でたくさんのお話が出てきましたが、男は小さい頃から自分の母親を見ながら大きくなっていきます。お腹の中にいた時10ヶ月もそうなんですけれども、で年を置いていくのにも自分のお母さんの後ろを見ています。お父さんの影響よりお母さんの影響をたくさん受けます。そのためにその男の心の中の理想的な人はお母さんのような人になっています。しかし結婚をしてまた自分のまた他の自分の理想に合った奥さんと出会いますと、その奥さんが理想な人になります。しかし自分のお母さんも奥さんも完全な人ではありません。そのためその男の人は自分の心の中でいつも理想的な女を描きながら生きます。しかしその女は存在しません。どこに存在しているんでしょうか。私たちが天国に行けば存在します。そのために天国を望みとして持たなければなりません。私たちがしなければならない、するべきことを探さなければなりません。神様から愛される人々は、これからはするべきことをやらなければならない、するべきことをやらなければならないことを探さなければならないんですけれども、それが十字架の言葉です。もちろん大変です。しかしその道を歩まなければならない理由が確かに存在するため、私たちはその道を歩まなければなりません。その道を歩ませるために神様は私たちを心から愛してくださっています。その十字架の道が774の道です。私たちの力を持っては行くことができません。まずキリストを送ってくださり、私たちに見せてくださいました。そのキリストと共に歩むなら、私たちもその道を歩んでいくことができます。私たちに与えられたこの774の使命を果たすため、まず心から私たちを愛してくださる神様を考えながら、勝利する一週間となるようにイエスキリストの皆によって祝福します。アメン。神様感謝いたします。短い時間このソロモンと画家賞を持ってメッセージをしました。悟るべきことを悟らせてくださり、握らなければならないことを必ず握るようにさせてくださり、必ず成就される神様の御言葉の証人となることを証人となるようにしてください。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アメン。